はい、こんにちは。秀則ミュージックスクール校長、秀則です。ノリス。フレットレス楽器で音程取るのが難しいですが、フレットレスの楽器でも指は一本一本バタつかせた方がいいですか？ピッチがちょっとこうずれて、あー今もうちょっとこっちやったーっていう時も指を外した方がいいのかなとかって、そういうやつかな。そういう質問なのかもしれない。フレットレス楽器でも指はバタつかせますよ。これは当たり前なんですけど、なんならフレットレスの方が指をねバタつかせて距離取んないと抑えられないよね。フレットがあるギターなんてね、弦をフレットに叩きつけるだけなんで結構楽なんですけど、フレットと弦が合体してここが接点で鳴ってくれるからね。でもフレットレスの楽器って指と弦が合体して鳴るわけなんで、指でかなり押さえないと音出ないんですよね。ということはある程度の距離を取ってガッガッって押さえないとならないんですよ。フレットのある楽器よりもフレットレス楽器の方が指バタつかせないとパワー入んないよね、力入んないよねっていうのが基本ではありますね。なんですけど、この質問の回答になってるのかなという、この回答が音程取るのが難しいからバタつかせるってちょっとなんか合わないような気がするんですよね。どういうことなんだろう。でも僕なりにそういうことなんだろうなと思って今回答しました。コントラバスとかを小指で押さえるときに人差し指や中指を添えて押さえるのでどうなのかと思いました。なるほど。僕パワーでコントラバスを押さえるんでも多分小指一本でいくと思います。ていうか実際にコントラバスを吹奏楽の人に弾かせてもらったときはバチバチに単指で言ってましたね。はい、というお話でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。